パは、私が小さい頃、本当に忙しくて、ほとんど家にいなかったような気がするけど、休みがあると疲れているだろうに、目いっぱい旅行に連れて行ってくれました。海外も、弾丸日帰りで何度も行った福岡も、思い出深いけど。でも、パパとの思い出を振り返ると、お風呂の中で都道府県の県庁所在地当てゲームをして、前橋を覚えられない私に、前歯をむき出しにして変顔しているパパを思い出します。皆さん、拍手をお願いください。まあ、本当におかげさまでこんなに立派になりまして、感謝でございます。皆様に感謝しております。おめでとうございます。末永くお幸せに。なんかいつも騒がしい娘がちゃんとお姫様になっているので良かったと思います。この子も小さい頃からよく喋っていて、我が家は会話がすごく多かったので、これからもゆうきくんといっぱいお話しして、笑顔が絶えない家庭にしてくれたらいいなと思います。ママはお母さんの役割も、パパがお家にいない時間が長い分、時にはお父さんの役割も、そしてお姉ちゃんみたいな、お友達みたいな役割も、何もかもこの29年間してくれました。小さい頃も、ある程度大きくなってからも、数年おきくらいでものすごく大きな心配をかけた自覚があります。その度にいつだってママは、合っていることと間違っていることを教えてくれた上で、どんなことをしても何を選択しても、ママだけはあなたの味方だからと必ず最後に言ってくれました。ママは繊細でか弱い部分も多々ありますが、母としてとても強く、それが私を何度も助けてくれました。本当に感謝してもしきれません。私もママのような強い妻、強い母となり、ゆうきくんやいつかできるかもしれない子供を守りきる家族のヒーローになりたいです。すごくニコニコでドレスも似合ってて、すごくちょっと泣いちゃいそうで、なかなか直視できない。中島さんのことは研修医の時にお世話になって、知り合いで二人が付き合いをされて結婚するっていうのを事細かに報告を眉から聞いていたので、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。僕のわがままに付き合ってくれるっていうところが本当に大好きです。これからも同じ循環器内科医として一緒に、俺名古屋だけど、東海引っ張ってくんで、東京よろしくお願いします。ご対応の中、私たちの結婚式にお越しいただき誠にありがとうございます。今日は日頃お世話になっている皆様に感謝の気持ちを込めて、ささやかではございますが宴会の席を設けさせていただきました。至らぬ点もあるとは存じますが、最後まで楽しんでいただけたら幸いです。本日はよろしくお願いいたします。生活の先輩でもあります。ぜひ新郎に一言。ちゃんと家事をやって喧嘩したら謝るってことですよね。まゆちゃんを見ているお兄ちゃん、すごくいつもニコニコしていて、こっちも幸せになります。まゆちゃんを世界一幸せにしてください。まゆさんと初めて会った時は、柔らかさの中にも芯のあるとても魅力的な女性だと思い、後で勇気に、勇気の方から惚れたんだろうと聞くと、
向こうも僕に惚れているはずだと言っておりました。すごい見た目通り可愛くて責任感も強くて優しくて、私が留年しないように勉強の資料を作ってくれたりとか、すごい優しかったです。カルテを声かけながら、高橋さん、大森と付き合いました。やってて、まあね、恥ずかしい結城くんが頑張って言ってくれたなと思って、僕は嬉しかったですし、もう昨日も嬉しくて、ね、もう眠れなかったですので。私たちが2人が所属する循環器内科は緊急の症例も多く、どちらかといえば忙しい科です。マユと一緒にオンコールをしている日に真夜中に緊急で呼ばれたことがあり、お互い疲れている上に寝起きのため不機嫌で喧嘩をしながら2人でカテーテル室まで向かったこともありました。仕事が大変なこともありますが、とてもやりがいのある仕事でもあります。これからは人としても循環器内科医としてもお互いに成長し合える関係になりたいと思っています。